箱根ロープウェイと箱根登山鉄道の路線のランドサット衛星写真。水色がロープウェイ、赤が箱根登山鉄道鉄道線、代々が工作線である。箱根ロープウェイは神奈川県足柄下郡箱根町の早雲山駅と桃源台駅を結ぶ全長約 4km の作動である。駅ナンバリングで使われる路線記号は O。運営する鉄道会社は 箱根ロープウェイ株式会社、小田急グループの一社で箱根観光の旅客輸送を行う。2004年12月18日をもって、六甲ア馬マロープウェイが利用者減に伴い部分休止したため、以降は営業区間が日本一長い作道路線である。乗車人員は2008年度に201万人を超え、2009年7月9日付で、 ギネス世界記録のゴンドラリフト部門で乗車人数世界一に認定されている。2000年12月より順次掛け替え工事を実施し、早雲山大涌谷館では2002年、大涌谷桃源大館では2007年により、オーストリアやスイスで採用されている複式単線自動循環式フニテルが導入された。新型ロープウェイは2本のロープでぶら下がったゴンドラが循環する形式であり、 フニテルとは、屋根の左右にある悪作装置の幅が、ゴンドラの幅よりも広いものを指す。なお、フニテルとはフランス語のフニークレアとテロフェリックを組み合わせた造語。フニテルは、風に強いとされ、運休基準となる風速は、毎秒20メートルから30メートルに引き上げ、従来は年間30日ほどあった運休日を15日程度に抑えられそうだとされる。 新型ロープウェイには、スイスクア製のゴンドラが50台設置されている。また、ゴンドラ、駅舎ともにバリアフリー対応になり、車椅子でも利用できる。駆け替え後の年間送客数は5万人増の155万人を目指している。なお、ゴンドラに動力はなく、大涌谷駅とバーコ駅のモーターでロープを操作している。終点駅である、総雲山駅と桃源台駅には、 ロープを引いて調節する緊張設備がある。ロープは直径 48mm であり、1本のロープを橋でつなぎ合わせている。なお、掛け、替え時期の違いから、早雲山大涌谷間と大涌谷桃源大間では、ゴンドラのドア構造などに若干の差異がある。ロープウェイの乗車券購入において、パスも、スイカなど交通系、IC カード全国総合利用サービス、 対応 IC カード9種類を利用可能だが、電子マネーによる物販の扱いとなるため、ピタパは利用できない。箱根ロープウェイのルート、ありがとうございます。